まあ、一番素晴らしいところは非常に軽いというところです。例えば鉄と比べると重さが3分の1しかありません。でこの軽いというところを利用して、まあ、今自動車や鉄道、航空機といったものに利用しようという動きが進んでいます。でただアルミニウムを使おうとすると、まあ、問題になるところがいくつかあって、で一つが強度で一つが耐食性といって、まあ、錆びやすさの指標になります。そこで私が目をつけたのが水蒸気なんです。でこの水蒸気を使うことでアルミニウムの強度と耐食性をワンプロセスで向上できるということを初めて見つけました。この水蒸気を使うことでアルミニウムの表面が水蒸気とアルミニウムが直接反応することで被膜を作ることができます。でこの被膜が、まあ、あたかも鎧のように機能することでこのアルミニウムっていう材料が錆に対して非常に強くすることができます。でそれと同時に水蒸気ですがやはり熱があります。これ室温よりはずっと高い温度です。ですのでこの熱を使うことでアルミの中にある原子を自在に動かすことができます。で上手に条件を調整してあげるとこの原子の動きというのをコントロールすることができますので、その原子の並び方というのが非常にアルミが強くなる並び方に動かすことができます。その結果としてアルミニウムを強くできます。この高圧に耐えられる反応容器の中に水とアルミニウム、まあ、試料を入れて処理を行います。実験室では 10ml の水を入れて処理を行っています。で温度なんですがおおよそ100度、200度台、まあ、処理としては比較的低い温度で水蒸気プロセスを行うことができます。で圧力は最大でも数メガパスカルぐらいですので、まあ、これくらいの容器で処理を行うことができます。ですので非常に簡便な処理でこの水蒸気プロセスを実際には行うことができます。まあ、一方で工業的にはこのような反応容器非常に大きなものもあって、まあ、数メートル数十メートル規模のものもございますので、まあ、例えば電車1両をそのまま処理をするというような非常に大きな部材を処理するということも可能なプロセスになります。水蒸気プロセスは水だけを使いますので非常にエコですので、アルミニウムの性能を引き出すだけではなくて省エネとか環境問題、こういう観点からも非常に好ましいプロセスですので、まあ、ぜひいろんなところに使われてこういうエネルギー問題、環境問題に貢献できればと考えています。